はい、マーポンこと関正幸でございます。今回のお話はですね、高学歴中年、一発逆転をかけた、資格取得、これどうなんですかっていうお話をさせていただきたいと思います。まあ今日2本目なんですけど、1本目ね、はちょっとまあ失敗構造 VS マーポンということで、大学の学び方で最終的に、まあどういう差がつくんのかというようなお話をさせていただきましてね、それあと失敗小僧さんのですね、まあこう人生的なところなんですけど、これ同じような方多いんじゃないです。中高年の方で高学歴で、それでちょっとある程度中高年になって、中年になって。落ちぶれちゃったと。まあね、会社リストラになったりとか、ね、して、ちょっと認知もサッチもいかなくなっちゃった時に、どうするか、って言った時に、やはりね、なんか難しい資格に挑戦して一発逆転かけるっていう人多いですね。あともう一つは一発逆転なんですけど、投資に行く人ね、これ行く人多いですね。投資も、その投資ってもう不動産とかそういう話じゃなくて、株とかね、FX とかあっちね、仮想通貨とかね、あっちで。どうですかね。中年の失敗した人が敗者復活をかけて、そこに行くんだけど、よくそこはみんな考えるとこなんで、ね、そこでまた失敗しちゃうんだよね、大概ね。大変失敗しちゃうね。ただ、失敗小僧さんは司法書士の資格取れたんでしょ。それ失敗した中で成功なんですけど、ただね、その司法書士である程度食っていけますかって言ったら、ちょっと難しいかもしれないよね。もう50超えてさ、そっから、看板出せば、お客さん来るんですかって、来ないですよ。資格には、資格を取ったはいいんだけど、今度ビジネスでね、今度集客、お客さんつけましょうって言った時に、つけられないね、こと多いですよね。だから結局資格を、活かすってなった時に、この集客してくれる、サイトだとか、サイトからの仕事を取ると、それもすごい安い単価でね。あと、この、司法書士法人みたいなの所属して、仕事をちょこまかもらうと。結局はですね、難しい資格を取った割にはですね、全然見入り良くないと。いう話になっちゃうってことですね。司法書士なんて、失敗小僧さん取った司法書士、すごい難しいですよ。司法試験の次に難しいですね。取るのにどれぐらいかかるの普通ね。中年で40過ぎてそれ取るって相当なことですよね。相当ですね。金かかり、大変ですよ。もう記憶力だって落ちてるしさ。ただ理解力増してるかもしれないんだけど、その若い人たちに混じってやるってわけだから、難しいですし、辛いですし、きついですし、誰か養ってくれる人がいてやるってのはいいんだけど、それもあれじゃないですか、そんな、いい歳してさ、誰かに養ってもらう奥さんとか、奥さんパート出てやるそれ、とかさ、大変じゃないですか。でも、親に出してもらうそのままニート直行みたいな話になるじゃないですか。一発逆転、そこでかけるんだけど、結局受からなくてずるずる、そしてもうバイトで終わっていくってパターン多いんじゃないの私のちょっと周りにもそんなような方いて、聞いてたらごめんね。怒らないでね。投資の世界ね。あれだってさ、個人でやった時にさ、勝てるのって10人に1人いるかいないか。ですよね。長期投資ならなんとか勝てるけど、生活費突っ込んじゃってさ、大概、巻き上げられるよね。大体あれ罠だからさ、
ね、あれのって、証券会社とかさ、なぜあるかっていうとさ、まあ、一つはなんかあれですね、直接投資を促す、なんていうかな、その、まあ、オーガナイゼーションですね。そういう機械、まあ、システムなんだけど、まあさ、もうほんと、まあ、ぶっちゃけの話さ、要はさ、まあ、この貧乏人っていうか、の金かき集めて、それをまた、損させて、一挙にまた、より金のある人に送金するっていうシステムでしょ？それがね。まあ、そういうもんですよ。ね。まあ、そこの中で、ちょっと こぼれた人が、まあ、ちょっとね、こぼれた人がまあ、ちょっとうまいとこ、まあ、収められるということなんだけど、まあ、ただ、いつも勝てるわけじゃないもんね、あれだってね。まあ、そんなとこでさ、さらにこの負けを深くしちゃう可能性すごい高いんじゃないね。うん。まあ、だからさ、でも、まあ、そこに夢見ていくっていうのもいいんだけどね。まあ、それだけ厳しいんだけど、そしてみんながそこ考えるとこだからさ、ね、競争激しいんですよ。ね、競争激しいですね。で、まあ、結局さ、まあ、何でもそうなんだけど、そんな時ってさ、結局、プライド捨てるってことじゃないの？ね、結局さ、人間関係嫌なんじゃないの？ね、結局さ、すごい資格取ってっていう話だと、司法書士も、まあ、弁護士もそうし、あれですよね、司法書士もそう、行政書士もそうだし、あと、社会保険労務士か。とか、あと、中小企業診断士。まあ、そこら辺みんな狙うんだけど、そんなみんな、そんなの、廃止復活戦で狙っていくるからさ、すごい倍率になるわけでね。ああ、宅建なんかもそうだよね。そんな難しくはないかもしれないんだけど、まあ、巷に吐いて捨てるほどいますよね、そういう人ね、とってね。なんかそうやって先生とか呼ばれたいんじゃないの、それ。ね、プライド捨てられないんですよね。やっぱね、そこさ、もうプライド捨ててごめんなさいできるかどうかじゃないの？ねえ。で、僕はドブ板で行くしかないと思うよ。まあ行くしかないとは言わないけど、言わないけどさ。まあ、あれじゃないの。僕が進めるのは営業だよ。営業。うん。で、自分のプライド一切捨ててさ、あ、一発逆転あれもあるよね。まあ選挙に出るとかあるよね。あれもね。まあいいけどさ、僕も、まあ、まあ、食いっぱぐれて出たわけじゃなくて、別に、ね、やること、まあ、一応の従業員がいろいろやってくれて、やることないから出たみたいな時は僕もあるんだけど、まあ、その一発逆転のためにやったわけじゃないけどね。まあ、いろいろあるね、そこもね。まあね。まあまあ、そこら辺の、まあ、ところって、まあ、結構厳しいっていう話だよね。あまあ、あと、やっぱプライド捨てて、やっぱ結局なんか人のプライドがあるから、結局なんかすごいこと、まあ人の上の方に行って、それでなんか先生とか呼ばれて飯食いたいみたいな話でしょ？それ虫がいいんだよ、もうね。ほんなプライド捨ててさ、まあ逆に下、頭低くして、まあ血を這いずり回るように、やっていくしかないんじゃないの？ねえ。そしてさ、そこでコツコツ積み重ねて、まあ、行くことになる。まあ、結局さ、資格取ったってそういうことなんだよ。なあ、先生って偉そうなやつにさ、お客さんなんかつかないんだよ。一緒にさ、お客さんと涙してさ、ねえ。まあ、一緒に苦しみながらさ、進んでいくって、そういう人のところに、やっぱ来るんですよ。うん。なんか偉そうなやつなんかさ、ね、嫌じゃない？そんなの。とか思うんだよね。だから結局さ、そこら辺の、まあ、まずはね、プライド捨てよう。で、そして本当にさ、勝ちたいと思ったら、もう今までの持ってるもの全て捨てて、まあ、そこで這いずり回るって話だよ。と思うよ。うん。で、人のやらない、汚い仕事って、競争少ないんですよ。しかもそこにはさ、そんな高学歴な人なんかいないからさ、すぐに頭角を現すことできるんですよ。ねえ。そういうことじゃないですか。ねえ。
まあそこの人がやらない人が嫌がることを進んでやって這いずり回ってさ、お客さんと一緒に涙するって、そこだと思うんですよね。そこに本当はみんながそこ行かないところに、そのあのなんていうかな、その人生の醍醐味ってあると思うよ。うん。だからね、あんまり僕はそんなとこおすすめしないし、まあ失敗小僧さんね、あそのまあ、しかもね、その道ほど失敗小僧の行く、そういったあの、誰でも行くなんか、先生って呼ばれたいみたいなところは、あれですよ。うん、苦労多いんですよ。意外と、あの、プライド捨ててさ、みんなが嫌がることをやって、頭下げてさ、そしてこの、ね、地這いずるようなことをやっていく方が、早いと思うよ。そこの方がね、大逆転あると思うよ。まあそんなところで参考にしてください。ありがとうございます。失礼します。